さあ始まりました、山下健次郎の釣りベース。今日はですね、いつも普段使っているリール、その中でも特に使っている一群リールをですね、ご紹介できたらなと思います。このバッグの中に一群リールが入っております。ではこの後たっぷりと一群リールざっくりとね、説明しながらですが、ご紹介したいなと思います。それでは釣りベーススタート。さあ早速ですが、こちらバッグに入ってますけども、ご紹介していきましょう。ババーンとこんな感じで見えますでしょうか。一群リールが入っております。まあ大体大きく分けて、まあベイトリールで、まあベイトリールの中でも、まあ巻き物だったりとか、あとまあフィネス用だったりとか、あとまあビッグベイト、まあ、大きいねやつを巻く用だったり、あとスピニングですよね。スピニングでも巻き物とワームを使う用のリールだったり、ちょっと分けてたりとかするので、そちらもねぜひ紹介したいなと思います。ではまずですね、ベイトフィネス、ベイトフィネスで僕が使っているリールをですねご紹介しましょう。ベイトフィネスは、まあ、3つかな、3つ使ってます。主にですねこちら、まずね同じ種類なんで同時に紹介したいなと思うんですけども、シマノさんのアルデバラン MG7 ですね。こちらこれが GPI か、 GPI にカスタムしてもらったやつなんですけども、アルデバランの MG7 GPI 仕様でございます。スプールもスタードラグとかハンドルとかも全部変えてるんですが、こっちはねノーマルのハンドルなんですね。なんで、スタードラグとこのスプールだけは変えてるんですが、こちらハンドルはノーマル、中に入ってるのは GPI のやつが入ってるんですが、これ何が違うか、アルデバランね、ベイトフィネスのやつとかもあるんですけども、 MG7 が一番使いやすいです、僕は。まあ、ベイトフィネス用のやつもあるんですが、まあ、これ個人差あると思うので完全に個人的なね意見なんですけども、最後投げた時に MG7 の方が最後までしっかり伸びると、パーッと、まあ、ちょっと前のリールなんですけども、新しいベイトフィネスのやつはなんか最後ねこうちょっとこうトロトロトロっとこうあんま伸びが悪いというか、まあ、これは僕だけなのかな、僕が下手くそなのかもしれませんが、 MG7 のこっちの方が使いやすいかな。で、こちら開けますとマグネットブレーキシステム入れてます。マグネットブレーキ、まあ、好きな人はね結構入れてますよね。遠心ブレーキじゃなくて僕はマグネットブレーキがいいかなと思ってマグネットブレーキにカスタムしてます。 GPI のねこのカスタム、アルデバランの MG7 用のカスタムはですねもうすでにないんですね。はい、もう廃盤になってて販売してないので、まあ結構メルカリとか、まあ、ネットオークションとかで僕は購入したりとかしてるんですが、僕はたまたま MG7 が出た時に速攻で GPI の方にお願いしてやってもらいました。でこっちは自力でやりましたね。遠心ブレーキの方も購入して入れました。これネットオークションでねだいぶ安くゲットできたんですけども、めちゃめちゃ調子いいです。まあ、フィネスやるときに、まあ、特にカスミですよね、フィネスのリールはすごく大事になってくるんですけども、まあ、ピッチングとかねボートでやると、まあ、ピッチングだったりとか、まあ、こういう軽いものライトリグとかを扱うベイトで扱うのが多くなってくるのでよく使います。あとは、このアルデバラン、シマノさんのアルデバランの MG7 とこの2台と、あとはこっちですね、スティーズの CTSV の TW なんですけども、こちらこれが KTF にカスタムしてもらいました。バスプロのね沢村さんが手掛けるこの KTF もう最高ですよね。このスティーズ使ってから結構ライトリグの感覚が変わったというか、まあ、えげつなく滑らかに飛びます。もう信じられないですこれ。このスティーズ簡単に投げれますし、そしてバックライシュもしないというか、まあ、しにくい、まあ、その人の腕によっていろいろ変わるんですけども、まあ、このスティーズのこの KTF 仕様、まあ、フィネス仕様にしてから本当にね超過にすぐつながるんですよ。やっぱりこう手返しがいいし、なんて言っても伸びる、円筒もできる、ライトリグが扱いやすい、そして、このスティーズの CT というのは、まあ、コンパクト&タフの略なんですけども、まあ、その名の通りですね、小さいのに、まあ、強い、コンパクトやし強い、巻きも強い。まあこのリールを使ってからなんかこう結構カスミの釣りとかも変わってきたのかなと思います。なのでぜひこの KTF を出して、コンプリートのスティーズ
販売してたと思います。なので気になる方はね、購入してもいいんじゃないかなと思います。でですね、ハンドルをですね、すべてこっちとこっちの方かな、 MG7 の方はこちら長さがちょっとね長めになっております。こっちが90かな、90mm にしてます。ハンドルを長くしている理由は、まあ、好みなんですけど、ハンドルを長くする利点としましては、巻き心地が軽いです。非常に軽い、まあ、これはあのテコの原理、皆さんね学校で習ったと思いますけども、テコの原理で、ハンドルが長い方が巻き心地が軽いと。あとトルクが上がります。パワーがやっぱりこう上がる、まあ、魚のやり取りしている時に、まあ、パワートルクが上がるということでこっちにします。よくねハンドル長くしたら1回転の長さが長くなるとか言う人いるんですけども、それは嘘です。ハンドル1回転は短くても長くても1回転なんで、これをねこうやって一周するじゃないですか、はい、短かろうが長かろうがこの1回転は変わりません。めちゃめちゃ長いのでつけて1回転してみてください。糸巻き量一緒なんで、そこ結構勘違いしてる人いるので間違えないようにしてほしいなと思いますけども、短いハンドルの利点としましては、まあ、巻くのが早い、スピードが速くなると、こうやってガーッと早巻きができる、回収とかも早いですよね。であと手首でこう巻くことが簡単にできると。長いとちょっとこう肘からこう回すような感じ、感覚的にはちょっとこうオーバーに回さないといけない。こっちはこうくるくるくるっと手首でこう、これ短いんですけども、これ純正のやつなんですけども、まあこっちは長いと、まあ少しですが、まあ手首で返せるんだけど少し巻くのが遅くなるかな、だけど巻くのはこっちの方が軽いです。90の方が、長い方が巻くのは軽く巻ける。でトルクが上がる。こっちは短いやつは早く巻けると、だけどトルクはちょっと落ちると、パワーは落ちるというわけですね。でハンドルの1回転は長かろうが短かろうが変わりません。こういう感じで僕はフィネスを使い分けております。はい、なのでこの3つをね、フィネス用で使っております。じゃあ次行きましょう。次はですね、まあ巻物、まあスピナーベイト、僕の大好きなスピナーベイトとかは、どういうリールを使っているかと言いますと、こちらシマノさんのアンタレスですね。アンタレス DC なんですけども、アンタレス DC 確か2021年新しいの出ますよね。早く使いたい。しかも2021年のやつはですね、海水も OK なんですよ。対応しているということで、これ1個前の方なんですけども、アンタレス DC 使ってます。これまあぶっちゃけもう最強です。スーパー飛びます。なので2021年のアンタレス DC どんだけ進化してるのか楽しみなんですけども、まあ1個前のやつなんですが、まあめちゃ飛びますし、なおかつまあ DC ブレーキついているのでバックラッシュしにくい、もう最高ですよね。これ使ってからもう他のリール何やったんやろっていうぐらい感動レベルなんですけども、まあちょっとね、お高いです正直高いです。なので僕はまああのハイギアとかと、あとノーマルとハイギア使い分けて、これはですね、まあギア比が違うので1回転に対しての巻く量は違うと。なのでまあ多く巻けるとき、回収早くしたいときはまあハイギア使ったりとか、まあそういう風に使い分けたりとかしますけども、主にこのアンタレス DC を使っております。でもう一個はこちらですね、メタニウムの KTF にチューンアップしてもらったやつを使っております。このメタニウムもまあ最強ですよね。でメタニウムね、新しいやつなんですけども、これ本当に性能上がって、まあ、特にこのサイズですよね。サイズがちっちゃくてもパーミングしやすくて、もう取り扱いがすごく楽になりました。こっちのねアンタレス DC の方はちょっとでかいんですよ。少しでかいので、僕手ちっちゃいんですけど少ししんどいかな、だけどまあよく使ってますけどもね、 KTF 仕様にしてますが、まあ、これはもう非常にバーサタイル、何でも使えます。何でも仕様って感じなんですけども、まあ、ラバージグから巻き物から、あと、まあ、ライトリグも実はこれでできるんですけどもね、フィネスも全然できちゃうんですけども、もう本当にあんまりねタックルも持っていきたくなくて、まあ、1,2 本やったらまあこれ持っていくかなっていう、本当に何でも屋さんのこのメタニウム、あとはまあアンタレス DC を2個と、まあ、大体3個こうやってローテーションしながら使ってるんですけども、まあこれが僕のメインとなる巻き物だったりとか、まあ、ちょっとウエイトのあるやつをね使ったりするときに使っております。はい、じゃあ次はですね、ビッグベイト、そうですね、ガンクラフトのジョイクだったりとか、エバグリのブリームだったりとか、大きいやつですね。とにかくでかいルアー、重たくてでかいルアーをこうぶん投げてこうゴリゴリ巻くやつで、使っているリールはもうねこれ使ってからそれ以外使えないというか、こちらです。ダイワさんのリョウが、2018年かな、何年かぶりかになんか復刻して、使ってるんですけども、リョウガの1016の H 使ってるんですが、
この遼河はね、ビッグベイトを投げて巻いた瞬間に感動しました。震えましたね、これ。まあ、詳しくは、僕はちょっとそのバスプロじゃないんで、説明がちょっとね、本格的なものは詳しくはできないんですけど、僕の知ってる範囲でちょっと紹介したいなと思うんですけども、この遼河の中にね、ハイパーメッシュギアシステムっていうのが入ってまして、ハイパーメッシュギア。まあ、リールってこう、なんていうんですか、ギアがメカニックの中にこうギア入ってるじゃないですか。時計とか、エンジンだったりとか、まあ、ラジコンとかもそうですけども、ギアが入ってるんですよね。こうギアのこの刃がこう噛み合ってこう回転するわけですけども、ハイパーメッシュギア。この遼河の中にハイパーメッシュギアっていうのが入ってまして、めちゃくちゃこの噛み合うのが多くなってるんですよ。もうめちゃめちゃ細かくパーって細かいのが入ってて、接地面が増えるわけですよね。しっかり噛み合うんですよ。どういうことかというと、ビッグベイト投げてね、よく釣りする方は分かると思うんですけど、重たいんですよね。やっぱりこうパワーがいる、ガーッとしんどいですよね。でこの遼河を使ってみてください。なんとめちゃめちゃ軽く巻けます。サラサラサラ、もうお茶漬けですね。お茶漬けレベルで負けます。びっくりしました。女の人でもね、この遼河使ったらね、多分ビッグベイト簡単に負けるんじゃないかな。投げます、ぶん投げます。うん、巻くのしんどかったです。この遼河にしたから、あれ何これみたいな、これを実感したのがですね、釣り岡と一緒に台湾行った時にこれ使ったんですよ。でね、遼河使ってね、まあ、結構重たいウェイトのやつ投げたりとかたまにしてたんですけども、まあめっちゃ楽やった。一日中投げてもね、この巻くのがしんどくなかった。なんでなんでしょうね。やっぱそのハイパーメッシュギアのシステムが素晴らしいというか、接地面が増えて簡単にパワーが伝わって、多分負けるっていうシステムだと思うんですけども、なのでこのよくね、琵琶湖とかでマグナムクランクって流行ったじゃないですか、ちょっと前に。まあ今も流行ってんのかな、このでっかいクランクベイト。あれってこうやっぱこう水深ブル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 って潜るんですよ。でっかいから重たいんですよ。重たくてこの巻くのにしんどいんですけど、このでっかいね、マグナムクランクとかブーンとか投げて遼河で巻くと、滑らかにスムーズに速く綺麗に巻けるっていうことは、イコール超過につながるってことですよね。なので僕はこの遼河を使っております。まあビッグベイトの時ね、ビッグベイトだったりとか、まあマグナムクランクっていうよりでっかいクランクベイトだったりとか、抵抗があるもの、リップが大きくてブリブリしてこうなかなか引っ張ってこれないもんとかでも、十分この遼河発揮してくれるかなと思います。では次、ラストでございます。スピニング編行ってみたいなと思います。こんなんやったら怒られんのかな。これはね、もう言い訳させてください。シマノのステラとダイワのイグジスト、はい、こちらを使っております。シマノ派、ダイワ派みたいなのあるじゃないですか。僕は両方です。すいません。やっぱりね、いいとこ取りがあるんですよ、それぞれ理由があって、うん、なのでどっち派っていうのがなくてですね、どっちもいい、うん、だからまあ消費者、僕消費者なんで、好きな方使っていいんじゃないの、全然。ああ知ってますよね、もうシマノのステラとダイワのイグジスト、何がいいか。まあこれは完全に個人の意見ですけども、まあ、ちょっと僕の意見もね、一意見として聞いてほしいんですが、まずステラのすごいとこ、巻き心地ね、これすごいよね。もうなんなんやろ、このツルツルした感じ。巻いてこう止めて、ここ動きますからね、ツル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 って。これがまあステラのすごいとこですよね。まあ僕はステラの2500、はい、の S 使ってるんですけども、これは主にスピニングで巻き物、例えばシャットだったりとか、まあ、軽めの、まあ、ジグヘッドでこう泳がすやつだったりとか、軽めのやつでずっと巻くやつ、それをですね、スピニングでやるときにこのステラを使っております。ちょっとね、このイグジスよりもステラの方が重たいんですよ。重たくて重量感があって、こうなんていうんですかね、こうずっと巻き続けるのにはこっちかな、うん、ステラ。このやっぱり巻き物に対してのこのアプローチの仕方、巻き心地っていうのはこのステラに勝てるもんってほんまにないのかなっていうぐらい素晴らしいんですが、じゃあこのイグジスト何に使ってるか。これは僕はワームでこうちょこちょこやってる時、こうちょん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 とか、まあ、前回初心者におすすめのワームカットテール4インチネコリグだったりとか、ノーシンカーのやつだったりとかする時は僕はこっちを使ってます。イグジスト何がいいか、もう断然軽い、めちゃめちゃ軽いです。2500番にしてはね、なんかちっちゃいんですよね。ダイワさんの規格は変わったんですけども、非常にコンパクトなのに2500番の、パワー、糸巻き量もあるということで非常に素晴らしい。そしてやっぱ軽い、はい、ワームでこうちょこちょこやるのに対してやっぱり重たいとアクションしにくいですよね。単純にやっぱりこうちょっとこう軽い方が手首もこうしっかり効くし、女性の方でも扱いやすいリールなのかな。巻き心地の初速のスピードがやっぱ速いんですよ。こっちの方がこう簡単にクルクルって回せるんで、なのでよくね、僕やるんですけども、
こうちょん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 くるくるくるちょん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 こうやってワームでこう操作するときにやっぱ巻き心地が早い方がやっぱ操作しやすい、はい、なのでこちらを使ってますね。なので使い分けとしてはこっちがワームでネチ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 くんはこっちですね、シャットとか小さい巻物をするときはこういうステラを使ってるんですけども、まあこれ別に全然逆僕は逆派、こっちステラがワーム、イグジストが巻物、全然 OK だと思います。まあ僕は理由としてはそういう理由で使ってるので、まあどっちでもいいんじゃないかな、まあ、一応こういう使い分けをしてるんですけども、うん、まあ一意見としてね聞いてほしいなと思います。各メーカーによっていろいろ使いやすいいいところ、使うルアーによってアプローチしていけばいいんじゃないかなと思ってますので、まあこんだけちょっと一群のリールが増えちゃったというまでですね、はい、いやーなんといってもこう並べて見るだけで、普段お酒飲まないんですけども、なんかこれで一杯 やりたいなぐらいの、ちょっと見てもらおう、これは、おおほほほほ、いい眺めですね、最高ですねこれ、あ最高、いやもう最高、綺麗、美しい、可愛い、この間オーバーホールしたばっかなんでもう完璧ですね、早く早く釣りに行きたい、そんな気分でございます。はい、ということで、山下健次郎が使っている一群リールね、主に使っている一群リールをご紹介しました。まあ、ほんの一部です。うん、まだまだいっぱいあるんですけども、まあ、これはバス釣りに対して使っている、リールでございます。なので、まあ、シーバスやったらまた別、タイラバやったらまた別とか、ライトジギングやったらまた別っていうふうに使ってるんですけども、今日ご紹介したのはバス釣りのね、一群の、リールをご紹介しました。はい。ということでですね、今日は以上ということで、次回はですね、ちょっとね雑貨をたくさん購入したので DIY とかそういうのでたくさん使えそうな雑貨をご紹介したいなと思います。なので次回の動画もお楽しみに。ということで今日は以上です。さよなら、バイバイ。